それでは今日の私のハッピーポイントをお話しします。今日はつぼみさんではお外に行けてなかったので、久しぶりにお外で遊ぶことができました。子どもたちもすごい、もうお外で遊ぶんだってことがこう分かって、こうお外で遊ぶ瞬間もすごいわーってやったーって感じでお外に行ってこう遊ぶことができました。子どもたちのこう楽しそうな姿を見ることができてとてもハッピーでした。またお部屋で帰ってきてからは、今日はおにぎりお弁当ということで、いつもと違った雰囲気でお椅子をこう円に並べてこうおにぎりをいただきました。子どもたち、やっぱりこうお母さん、お家の方がこう作ってくれたおにぎりをこう持ってきて、あ、美味しそうだなとか、こう僕こんなの持ってきたんだっていう風にこう見せてくれた子たちもいて、こう楽しい雰囲気でおにぎりをいただくことができました。これが私のハッピーポイントです。ありがとうございました。